も今回も龍が如く維新の方やって実況していきたいと思います。ですね、今高知城にいてる途中の中ボスのとこでちょっと止めてます。じゃあやっていきたいと思います。何これ銃持ってます。ちょっとですね、乱舞の魂の方上げました。だからなんか攻撃回数増えてますね、四角長押しした時の。いや、えぐい割には食らってないっていう。やばい、ちょっとこれマジでやばい。突き刺しますね。ちょっとこれどうしよう。ちょ、やばいやばいやばい。ゲームオーバーっていう可能性も。ありえるよこれ。地味に食らうんだ。ちょっとマジ回復ない？回復？水晶。なんかレアっぽいけど、なんか。あ、終わんの。これボスっぽくない？ちょっと回復しとこう。怖いな。万能パンで。まあ、とりあえずここで、一応、高知城から脱出することができました。ちょっと待って、敵強くないか？こいつ誰だ？めちゃくちゃ、無理だ。すげえ構え方。いや、やめようぜ、やめようぜ。うっそー。俺、体力ねえんだよ。ちょっと勘弁してくれよ。覆面のとこ、知ってるわ。めっちゃ体力あるやん。ちょっとゲームオーバーだったらごめんなさいね。必殺でこれはしくらないですからね。アイテムがないのか。いや、めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。初級でやった方が良かったかな、後悔。
うわ、このコンボいったいわ。すいません、僕やられるかもしれないですもうさっき言っておきますので、ちょっとこれはやばい。倒したいんだよ。わかります？これ強いんですよ。俺も苦手だわ。普通の格闘だったら絶対勝てるんですけど、これ刀、相手武器持ってた時苦手なんですよ。そんな言い出したらもうこの時代、この竜子と勝った意味がなくなる。ああもう無理無理、ピンチだわ。ちょっと待ってしょう。やべえ、もうミューズしか残ってねえよ。仕方ない。ちょっと体力上げないと。俺これ普通に絶対死ぬで。